はい、ファンコイさんでござるぞ。ござるぞ。はい、実験をやりたいと思います。モチベーションを高めていきましょう。ね、なんか高価なレスポールの動画すごい伸びるんですけど。あれはね、実験動画なかなか伸びない。これが一番いいんですけどね。そうですね。行きましょうよ。はい、今日も。ということで、今日の実験はですね、はい、少し前に動画にしたのかな。だからこれですよね。ワイドレンジ的なハンバッグが作れるようになりましたと。はい。今まではそのここはね高さ調節できなくて、そう固定のねやつだったんだけど、うん、調節打ち込んでたんですけど発見したということで。はい、ありました。これはアルニコ、これはアルニコ5です。5で溝が切られているのでネジ式になっているので、はい、マイナスドライバーで調整してもらえば高さが調節できる。そう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 。はい。で、このモデファイ、これはまあ、モデファイっていうか、これはまあ、作り直しみたいな感じでやったんですけど、はい。普通のレスポールとかについてる、普通のハンバッカーを、のポールピースを、このタイプの磁石に変えたら、うん。ええ音になるんちゃうかってことですね。はい。そういうオーダーも受け付けてると。そうです。はい。だから皆さんが持ってる、ハンバッキングを、はい。クニフェか、クニフェじゃねえワイドレンジハンバッカーかできます。できるということですね。で、まずは普通のレスポールのピックアップを用意しましたと。はい、ものすごい普通のピックアップですというと、だからパフクローンみたいな5000巻きずつで、はい、一般的な普通のピックアップです。はい、はい、巻き数少ないよって言おうとするんだよね。まあそうだね。うん、なんだろうね。だってゴードナークラシックって何巻きくらいなの。多分同じだ。同じくらいなのか、うん。でもこんななんかコリン感はない気がするけど、これやっぱ手巻きのやつだと思う。なるほどね、うん、歪みですね、はい。普通にいい感じの音というかね。はい、はい、ではこれをじゃあまず、はい、スクリュー側の方磁石の方に変えてみましょうと。ハンバッキングはね片側がスクリューになってて、そう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 、はいはい。で、はい、こんな感じで、ということで、まあ見た目一緒ですね。見た目は変わらないんですが、はい、ネック側のスクリューが磁石になりました。磁石になりました、はい、アルニコ5になりました。はい、はい、まあ音がちょりんとしてくるんじゃないかなって思うんですけどね。しましたね。高音が出たのもあるんだけど、しっかりした感じがする。しっかりしちゃうね、うん。腰がなんかしっかりついた感じ。なんかアルペジオとかもさ、明らかにグレイ。こっちの方がいいよね。うんうん、あとまあカッティングとか。音がしっかりした。まあだからやっぱ豚骨ラーメンで言うとバリカタになった感じだよね。うん、そうですね。ちょっとね、うん、歯ごたえが出てきた、歯ごたえ感じだね、リアの音じゃないんですよ、これは。そうなんだよね。なんかこの辺のさ、やっぱ音がクリアになったのかな。
いや、俺は結構クリーンもすごいいい感じになってる。まあ、ジャズの2とかもね、はい、絶対いいよね。このサウンド感はね。だから335とかね、うん、あの175とかの。絶対いいでしょ。ちょっとなんか、音もたついてんなって人もね、うんうんうん。ジャズのフロント、人たちそれがフロントに弾くんだよね。まあ、特に日本の人はそうだね。なんか、気になんないのかな、なんかあの。なんか、俺あれ、ま、結構間違った、怖えな、これ言うのな。なんか間違ったさ、はい、知識植え付けられてるようなに対してさ、うん、もう絶対フロントでちょっとトーンをこもらせるみたいな。昔のレコードとか聞くと絶対そんな音じゃないんだよね。ああ、なるほどね、うん、コリンとしてるわけよね。そう、全然結構とんがってるっていうか、うん、だっていろんなヴィンテージ弾かせてもらったけどさ、うん、フロントもこってないよね。それはそうだね。海外はどうなんだろうね。あんなこもった音してないよね。トーンを絞るってイメージはあんまりない。しかもさ、なんかあの日本人みたいにさ335だろみたいな感じもないもんね。ですね。テレキャスター弾いたりとかするしね、普通に。そうだね。なんかテレキャスターちょっとみたいな言われたことあるよね。なんか俺逆にすごい昔のねジャズっぽい、ね、ぽい音してるような気がするけど。というわけで、じゃあこれめちゃくちゃおすすめの回答ですね。そうですね。じゃあこれが今片側をはい、マグネットにしました。はい。もう一個もいっちゃいましょう。はい。はい。じゃあ、ここダブルで、マグネットの、オールビースになってます。もうシャリンシャリンになってきたね。うん。なんだろう、でもこの硬い感じ。レスポールのフロントだとは全く思えないですね。全くそうですね。もうシングルコイルだね。ハンバッカーな感じにはなったかもしれない、うん、確かにね。なんかね、押さえつけられてる感がある気がするんですよ、なんか音に。どっちが？こっち。押さえつけられてるか？なんだろうな、この硬い感じっていうか。まあ、硬さは出てきてるよね。うん。果たして、これバーマグネット抜いたら、うん、まあ、気になりますね。はい。どういうサウンドになるのかってね。じゃあ、それをやっていきましょう。はい、今はバーマグネット抜きました。抜きました。はい。ってことは、まあ、この落とし状態。半年状態状態。すごいね。本当に。すっきりしたね、やっぱり。なんだろう、さっきの不自然さがないよ。さっきのバンマグネットが入ってる状態の。もう、あなたもうあればっかり弾いてるから。あ、そういうことですかね。俺好きな感じじゃん。あ、すごいすっきりした。こっちも柔らかさがあるもん。確かに確かに。なんか自然な音なんだね、本当に。一番好きです。まあね、だからいつも弾いてください。そう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 。なんだろうね、いい音はね、これ。
てレスポールこう上向いてたらテレビが使われる。いいね。いいよいいよ。いいよいいよ。いいよいいよ。沈ませてみましょう。まあでもどっちかも良かったし、うん、どっちもにするのもいいっすね。特になんかね、片側はクリーン、生に近いようなサウンドで、こう、うん、弾く人にちょっと弾いてもらいたいっていうか、うん、確かにね、そういう感じはすごいありました。トライしてみませんかって感じだよね。いや、本当に。改造を受け付けてますんで、はい。自分のピックアップちょっとやってみたいっていう人でもいいし、これを作ってほしいっていう人でも。なるほど。OK です。まあ、結局なんか、ベースプレートに穴開けたりとかしなきゃいけないから、はい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 、最初から作っちゃった方が早いっていう感じはあるから、自分のやつを改造っていうよりはオーダーにしてもらった方がいいかなって気はしますけど、まあ自分のやつを改造もできます。なるほどね。はい。はい、特に、フロントもっこり問題で。なおかつ、箱物持ってる人はもうちょっとぜひやってもらって、はい、やっちゃいますかということで、ピックアップのマグネット交換実験をしていました。はい、ご相談、お受けしてますので、はい、ご連絡いただければと思います。ファンコーさんでした。ありがとうございました。